抜けないことを確認して、で入れていきます。はい、田村です。おはようございます。今日はですね、昨日まで晴れてたんですけど、雪がもう降って、もうなんかちょっと積もってきてましたけど、ということで中仕事をやろうと思います。はい。で、このヤンマーさんの YBG200 の、網の交換をちょっとしたくてですね、昨日注文した網が届きましたので、はい、これですね、中の方の網を交換して、で山白玉、まずなんでこの網交換するかっていうとですね、今使ってるのが、7.3 ミリ網なんですが、どんどんちょっと粒も大きくなってきまして、中流と大流が選別かけてもちょっと混じるようになってきたので、本当の大きい粒だけ選別したくて、ちょっと今回ちょっとこの9ミリ網を、購入しました。はい。ということでちょっと開封していきたいと思います。はいっと。はい、中身はこういう風になってまして、これがゴロ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 こう回ることによって選別されるという感じになってます。はい。では実際に、今から取り付けていこうと思います。では実際にちょっとバラす作業もしていこうと思います。で、3つの羽根付きボルトをこう外してですね、外して。中身こういう風になってますので、これを抜きますと。はい、よっと。よいしょ。はい、こういう風に取れます。そしたら、これはスポッとこう取れますので、で、これ、入れまして、で、これを戻します。で、ここが合うようにこう、セッティングします。そしたら、抜けないことを確認して、で入れていきます。で、中の噛み合わせも確認して、ましたかね。そしたら今日3月3日ですが、だいぶ白鳥がトレーニングなのか飛び立ってますね。この雪降りの時に。はい、という感じです。はい、以上で、設置が終わりました。ということで、動作確認をしていこうと思います。よいしょ。ではスイッチを回ってますね。で、あと、擦れたりとかすると異音がするんですが、大丈夫そうなので、はい、交換はこれで以上となります。ありがとうございます。次は、実際大豆を入れてみて、どんぐらい弾かれるのかとか、そういうのも見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。